2024年の8月です。バンコクに住んでるんですけど、ここの KFC はとても安いので頻繁に食べています。今回注文したのはこれらの商品です。トータルで860円です。大きいチキンが4個入ってます。たくさんのケチャップとチリソースが入ってます。チキンポップが7個入ってます。これは KFC タイランド限定のメニューです。このチキンの味付けはめちゃくちゃ美味しいです。サイドメニューはツナコーンサラダを選択しました。タイの KFC は全ての商品が安くて美味しいです。ちなみにオリジナルチキンは190円です。このチキンの衣は世界共通で美味しいです。